どうも、男中村です。今回ご紹介するのはこれです。一年熟成させたドクダミ酒です。ドクダミ酒というのはですね、ドクダミをホワイトリカーで漬け込んだものです。それでこれが一年熟成させたものです。それでは一年前のこれを仕込むところからご覧ください。ここは我が家の近くにある草原です。ここにドクダミの群生地があります。ほら、いっぱい生えてるでしょ。ではこれを刈り取っていきます。根元ギリギリのところにハサミを入れて刈り取っていきます。ちなみにドクダミって食べることもできますよ。匂いから想像できるとは思いますけど、ドクダミはなかなかパンチの効いた食材です。ドクダミの美味しい食べ方についてはこちらの動画をご覧ください。刈り取ったものはビニール袋に詰め込んで持ち帰ります。これを洗います。ドクダミの群生地で刈り取ってきたとはいえ、他の野草も生えてますから、刈り取る段階で他の野草は取り除いたつもりなんですけど、洗ってたら他の野草が結構混じってるのがわかるんですよ。だから取り除いてます。少しくらい他の野草が混じってても問題ないんですけど、やっぱり純粋なドクダミ 100% を目指したいと思ってやってます。洗い終わりました。これを適当にまとめて紐でくくります。結び方はよくわからないんで、なんか適当にやってます。これをベランダに干します。これも結び方はよくわからないので適当にやってます。ところでベランダに干すのはいいんですけど、あんまり大量にドクダミを干してたら洗濯物を干す場所が狭くなるでしょう。何年か前にベランダの半分以上のスペースにドクダミを干してて、洗濯物が少ししか干せなくなって、おまけに雨が降って大変だったことがあるんですよ。だからあんまり調子に乗ってたくさん収穫するといけませんね。まあこんな調子で1週間くらい干してたらカラカラに乾きます。1週間経ちました。カラカラに乾きました。これを取り入れていきます。紐を切ります。これで乾燥ドクダミができました。乾燥ドクダミを密閉瓶に詰め込んでいきます。押さえつけてどんどん詰め込んでいきます。満タンになったように見えますけど、まだまだ全部入れますよ。ギュッと押さえつけて詰め込みます。全部入りました。ホワイトリカーです。これを注ぎます。 1.8 リットルのホワイトリカーがぴったり全部入りました。ではこれを密閉します。そしてこれを1年熟成させます。そんなわけでこれが1年熟成させたものです。ご覧ください。乾燥させたドクダミは水分を吸ってパンパンに膨らんでます。瓶の中のこのドクダミの充実感といったらやばいですねこれ。まあそういうことで本日これを飲んでみようと思います。ではまず蓋を開けてみましょう。おお、なんか甘い匂いがしますよ。ドクダミのあの香りじゃなくて梅酒のような甘い匂いがします。期待できるじゃないですか。じゃあこのままでは飲めないので瓶に移し替えて飲もうと思います。葉っぱが入らないように上壺の上にザルを乗せて、この上に、おお溢れた。
どうしよう。これはここに戻そうかな。ちょっとこぼしてしまいました。はい、こぼしたのも拭き取りましたんで、無事にボトルに入りました。ではこれをグラスに注いで飲んでみましょう。まずは匂いよ。お、やっぱりドクダミの匂いはしますね。梅酒のような甘い香りだけでもその中にドクダミの匂いがします。色透き通った。透き通った色してますね。ではああ、ドクダミ酒だ。ドクダミ茶ってあるでしょ。ドクダミ茶のような味かと思いきや、まあそういう部分もあるんですけど、なんだろうな、やっぱり甘い香りもあるんですよ。ドクダミ茶だと水に溶ける成分が味として感じられるでしょ。この場合アルコールに溶ける成分も味として出てるんじゃないかなと思うんですよ。だからドクダミ茶とは違います。ん、より草の枯れた香りが感じられますね。ちょっと私はお酒に弱いんで水で薄めて飲もうと思います。水で薄める前に水をちょろっと足したら味が変わるかなと思って水をちょろっと入れてますね。入れすぎた。あ、ただ水が入って薄くなった分ちょっと飲みやすくなったって感じですね。ウイスキーやブランデーのように水を入れたから香りがパッと変わるような、そんなことはなかったです。これはホワイトリカー、 35% のホワイトリカーを入れたんですけど、乾燥させたドクダミと 35% のホワイトリカーですから、ホワイトリカーが薄まることはなくて、これ実質 35% ぐらいだと思うんですよ。で、私はお酒に弱いからちょっとこのままで飲むのはきついんですけど、だからなんかで割って飲みたいところなんですけど、なんかで割るとですね、例えば炭酸で割るとしてもですね、ドクダミの味自体はこの濃度でちょうどいいぐらいの味なんですよ。だから炭酸で割るとドクダミの味が薄くなっちゃうんですよ。アルコールは薄まって飲みやすくなるんですけど、ドクダミの味が薄まっちゃうから薄い飲み物になっちゃいますね。お砂糖入れてないですから何の甘みもないんですよ。なんか甘い香りがするんですけどね、甘みはないので、甘い炭酸飲料とかで割ってもまあ飲みやすくはなるでしょうけど、あんまりそういうことをするのは気が進みませんね。やっぱりストレートで飲むべきじゃないかなと思います。これをちびちび飲んでドクダミの健康効果に期待したいと思います。はい、そんなわけでちょっと飲んだだけで酔っ払ってきました。これは私がちびちび飲むよりお酒の好きな妻に飲んでもらおうかなと思います。この動画が面白いとかためになったって思ってくださった方はいいねとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルではこんな感じでちょっと変わった料理の作り方などを週1回ぐらいのペースで更新してます。他にもブログ、ツイッター、インスタグラムなどもやってますんで、そちらもよろしくお願いします。ブログはもう始めてから10年以上経ちますから、今までの全ての情報がブログで見れますよ。ものすごい情報量ですから、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。